ことない旅を続けよう。向かい風としていながら、それでも進む理由がある。だから友よ、置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろう。身につけたもの、抱え込んだもの、手放した時始まる何か。うまく生きてくレシピを破り捨てて感じるリズム、そう僕らのやり方で。皆さんこんにちは、ドトカラーの福村咲です。今回は前回出したゆずさんのリーズンという曲の後半のレクチャー動画になります。まだ前回のレクチャー見てない方はそちらからチェックしてみてください。今回の振り付けは音に振り付けはめたり、歌詞に合わせて振りを作ったりしているので、メッセージ性が強い振りになっています。それでは後半のレクチャーレッスンスタート。はい、じゃあ早速後半のレクチャー動画やっていきます。前半の振りの終わりがこうダラダラダラダ、ここで終わってたと思うんですけど、このカウントがですね7です。キャッチ、足ついてキャッチが7。そしたらちょっと重心移動が入ります。まず左足に今乗ってるのを7、一回右足に乗ってもう一回左足に乗ります。その時の手がですね7開く円、もう一回左足乗ります。足だけもう一回言うと、左足軸乗りました、右足、左足、右足で、最後の右足の時に左足、右足、左足、右足、右足、ちょっと向こうにうーんって乗ります。最後がで、その時の手が、キャッチで終わってます。キャッチ左足で、で孤独で右足乗る時に、乗って後ろ行く時に左手が後ろに巻く、右手が前に巻く、こういう形になります。キャッチ、離す、エン、ドゥーンです。もう一回行くと、キャッチ、離す、ウン、ドゥーンです。そしたらですね、今右足に乗っています。左足ついて右足で、でその時に右足をついたら右足軸で回ります。足だけ言うと、まず左、右足軸終わりました、左、右、回るです。で手がここで終わってます。左足ついたら右足の時ほどいて下から抱っこでしゃがみます。しゃがんだ時に左足膝ついて、その時も手ついて左手からつきます。で左足のまずお尻をつきます。で右足がほどけて向こう側に行って右でついてますね。で左足が右足を越えてついたら、形だけ言うとまずこういう形になります。わかりますかね、左足ついたらこういう腕立てみたいな形、ちょっときついですけどこの形になります。で左足ついてこっち転がる。でその時に今こう抱っこしてつきました、左足のお尻からつきました、右足がほどけました、右足滑らせて右手つきました、左足が右足越えてつきました、腕立ての形になるんですけど、左手だけ前うーってなりますけど、右手で支えます。全体重を、足と手ですね、足と右手で体を支える。で左手はその時はこう伸ばして、こう下から出して伸ばして、こうキャッチ掴みたいみたいな感じの手です。でできる人はキャッチする時に首を右に回してそのままつきます。でついた時は左足からついて右足を折って、そしたらその後今右足を折りました、畳みます。そのまま右足と左足を向こう側にやって立ちます。
ちょっともう一回いきます。もう一回いくと、ここからいきましょうか。ここで抱っこした、左足、右足の時回って、下からキャッツだっこ、降りる、左手、左お尻、右足滑らせて、左足越えて、うん、左足ついて、右足畳んで、こっちに立ちます。で、立ったら、そのまま立った角度がちょっと後ろ斜めになります。立ったら下からまくり上げて立つ。この時かかと上げます。立ったらうんって立ちます。ここで一回ストップしましょう。ちょっと大変なのでカウントを乗せていきます。最初ここ7で割りました。7 8 and 1 and 2 and 3 and 4。ここが3 and 4で下がります。 and 5 6 7 8 1 2でこれです。1 2 3 4 5 6 7 8です。7 8で立ちます。もう一回いくと7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8です。じゃあ行きました。7 8立ちました。7 8、そしたら左足つきます。7 8、左、右ついたら右足軸で前向きます。もう一回行くと、うん、左右前です。右足で左右で踏ん張って前、左足を浮かせてとっつく、トンってつくです。でその時前向いた時に手がズダンで前です。手が下からズンクロス、手が手のひらパーで前に立ちます。そしたら歌詞がですね、破り捨ててっていうので、こう広げたものを破ってそのまんま回るんですけど、回る足がですね、回る足が左足軸です。今右足左足こういう風に立ってると思うんですけど、破り捨てる、こうビリッてしたら左足軸で右足を上げて回ってトン、もう一回回ってトン、2回回ります。ビリン、そしたら手をですね、右手をブンって持ってきたらこれ回れるので、結構もう勢いでダンダンって回ります。落ちと、その時左手がこっちにしまう、しまって右手回る。そしたらもう一回左手出るんで、その左手で振ってあげて右手も振る。こういう腕の遠心力でブーンって体を回してあげる感じのターンになります。結構もう綺麗なターンっていうよりは、もうなんか破り捨ててって言ってるから、破り捨ててっていう感じで回ります。やるとこう破り捨ててって感じです。そしたら回ってきました。そしたら左手広げて、右手の左手こう横に広げてヘッドロール、ワン、回ってきました。振って一回こっちに、右回しヘッドロール、下に降りる。そしたら左肘を上げて、ブンって上がります。降りているのが左肘を上げてドゥンで上がります。この時こう結構左、肘をもうガクッと上げます。で体がちょっとまっすぐじゃなくて左の方にちょっと行く、左膝曲げて左、そしたら次右、これがドゥンドゥンです。次、左肘下ろして右肘、次で右足膝曲げる。そしたら左手がここにドゥンで、これもこの形はなんかこう前、ちょっとこうガクンと前に出るだけ、この感じでいいです。なんかあんまりこう綺麗なポジションっていうよりはドゥン
ドゥンっていう感じでいきます。そしたらそのまんま右足軸になってこれをこう返していく胸を。で終わりです。でこの返すときはポイントがなるべく胸の位置と足の位置、胸が足の上にある位置を変えない。これがこっちに行かないでここのラインがそのまんまで肩を左肩を返すってなります。ちょっとカウントを乗せてみましょう。ここでセブン、8立ってきました。そしたら1,2,3,4,3,4 です。 3,4。 そしたらターンが5で破ります。5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4 です。でこの肘のところが音があるんですね。ダンダンダンっていう音があるのでタタタタタタンタタン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 っていう音があります。なのでカウントっていうより音をちょっと聞いてみてほしいです。ここはもう一回いくと7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6 ダンダンダンです。じゃあ、最初のツイートちょっとつなげてみましょう。カウントでやります。7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8ダウンです。早い音でやってみましょう。1,2,3,4,5,6,7 はい、そしたら前回の前半のレクチャー動画覚えてますでしょうか。見ていただけましたかね。前半からつなげたいと思います。まずカウントでやりましょう。ワン、ツー、スリー、フォーからスタートですね。ワン、ツー、スリー、フォーで、もう一回ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイワン、ツー、スリー、5,6,7,8,1,2,3,4,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 
じっくりな音で通してみましょう。朝日に照らされた傷は洗い合って終わることない旅を続けよう。向かい風としていながらそれでも進む理由がある。だから友よ、置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろう。身につけたもの、抱え込んだもの、手放した時始まる何か。うまく生きてくレシピを破り捨てて
元の早歌でやってみましょう。朝日に照らされた傷はないはって終わることない旅を続けよう。向かい風としていながらそれでも進む理由がある。だから友よ置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろう。身につけたもの抱え込んだもの手放した時始まる何かうまく生きてくレシピを破り捨てて感じるリズム。そう僕らのやり方で。はい、皆さんいかがでしたか。今回後半の振りは体を大きく使った大振りが多いので力を省エネさせるんじゃなくてもうバーンと体使って爆発させて踊ってみてください。私はドットカラーで水曜日にジャズダンスのレッスンをしています。見学も体験も無料なのでぜひ気軽に遊びに来てみてください。私のインスタのアカウントも下の概要欄にしているのでぜひ覗いてみてください。あとはドットカラー YouTube 校のチャンネル登録がまだの方はぜひお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。